山本さん、スパチャありがとうございます。NBA のデュオの中で同時に出てる時間が一番長いのはビールと KP だと思うんですけど、もう少し分けて出した方がいいんですかね。それともクリエイターとフィニッシャーの関係だから今のままでもいいんですかね。ちなみに KP が献身的にスクリーンハンドオフをしてくれてるのでビールはやりやすそうです。まあ、今、デュオ、ビール KP なんだ。もう少し分けて出した方がいい。いやー、別になんか分けた方がいいんじゃね?とは、少なくとも試合を見てて俺は思わなかった。ん?ビール KP より長い人いそうだけどな。あ、ウィザーズの中でってこと ?NBA のデュオの中でだよね。NBA のデュオの中で今一番ミニッツが長いのが、バンブリードとアヌノビーだね。次にリラードとグラント。次にリラードとジョシュ・ハート。次にデビン・ブッカーとミカル・ブリッジス。次がグラント、ジョシュ・ハート。次がフィニー・スミス、ドンチッチ。で、2、4、6、7番目か。7番目にブラッドリー・ビルとポルジンギス。平均30分出てますね。で、その時間帯のプラスマイナスで言うと、マイナス0.9でございます。まあ、うまくいってはないですね。デローザン・ブーチェビッチと一緒やね。だから似てるんよな、マジで。デローザン・ブーチェビッチも同じく30分。このデュオも30分出てて、プラスマイナスマイナス0.9。ポルジンギス・ビールも、プラマイナス0.9。一緒です。ほぼほぼ一緒。そしてお互い結果が出てないっていうね。まあ、ポルジンギスとビールの噛み合い方は問題ないんだろうけど、なんか、なんだろうな。2人で完結する分にはいいんだけどさ、なんか3人目とか4人目とか出てきた時がなんか大変な気がするな。ウィザーズって2人で完結するっていうよりも、なんか3人目、4人目絡んで完結するみたいなシーンも多くて、その時にポルジンギスがなんかうまく合わせらんなくて、ターンオーバーするシーンも何回かあった気がする。終わります。お疲れ様でした。